課長。おっす。お願い、これを外して。外してどうする、あいつら止める気か。よせよせ、んな野暮なこと。男には拳でどつき合わなきゃ収まりつかねえ時があんのさ。でもそれじゃイリアが。分かってんじゃねえか、相手は魔族の王、人間一人で叶う道理なんざねえ。それはあの人間の小僧も一番よく分かってんだろう。それでも力だけじゃねえ、全て見切られる、叶うはずがねえ。それでも引けるか。ここで引いたら俺はまたあの人同じ、また何も。隙は一瞬もらった。魔王の力ってのはこんなもんか。こんなお遊びじゃ俺は止まらねえぞ。その爪で俺を引き裂き、その牙で噛み砕いて俺を殺してみろ。見せてみろ、どんなに取り繕うとも隠せないその残虐な化け物の本性を、サルヒの前で。それでお前の目が覚めるなら俺はここで喜んで殺されてやる。なんて。お前が傷つけばサリフィーは悲しむ、それだけだ。だが私とて引けぬ。私にはサリフィーが必要なのだ。王様、王様、しっかりして。王様、お願い返事して。やだよサリフィ、死んじゃやだ。誰だ、誰がお前を泣かせた。